ベンディエン。というわけで本日はこちら池袋駅から徒歩5分ぐらい池袋劇場という劇場にやってきているわけなんですけれども、今回はですね検証企画でございます。いやー、私ですね芸人やりつつ YouTube をやってるわけなんですけれども、常々不公平なんじゃないかななんて思ってる次第なんですね。 YouTuber の方が芸人のネタをやったとしても許されるのに、芸人側がこう YouTuber のネタやってるっていうのを見たことがないなっていうことで、今回はですね私好きでよく見てるんですけれども、東海オンエアさんのネタをライブでやってみると果たしてどうなるんだという検証をねやってみようかなと思っております。その動画っていうのが、今から2ヶ月ぐらい前になるでしょうか、一発屋芸人っぽいネタを考えたのでやってみたっていう動画を公開してらしたんですけれども、その中に出てくるこう東海オンエアさんのネタをねライブでやってみて、果たして受けるのか、そして YouTuber のネタを芸人がやるっていうその逆輸入的なのって許してもらえるのかって、そういうのをねちょっと検証してみようかなと思っております。果たしてどんな感じになるんでしょうか。それでは今日も張り切っていってみましょう。ハイブランドお兄さん、やあみんな、ハイブランドお兄さんだよ。元気してる？今日も一緒にハイブランド体操行ってみよう。まずはこのスーツ、グッチの30万円、グッチのチー、どんどんいっちゃおう。続きましてこちらの靴、ベラガム12万円、ベラガムのアップ、みんなもよかったら学校や職場でやってみてね。どんどんいっちゃおう。続きましてこのサングラス、ちょっとハイブランドのレイバン、25,000円、レイバンのアール、続けてやってみよう。 GFR 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 BKB OKじゃあ続きましては靴下、この靴下山賊で1000円のやつだと説明しよう。ハイブランドお兄さんはハイブランドじゃないものを身につけると死んでしまうの。はい、どうぞ。よいしょー。動画を見れば笑えるやつ。いや、それ生が面白い。生で見てたら聞いてる。言ったな、それでちょっと文句言ったよ。はい、ございます。以上、ネタとさ、ありがとうございました。
俺のネタどうだった？ハイブランドお兄さんどうだった？いや衝撃でした僕。あ、ほんと、はい、衝撃の種類としてはいい衝撃、嫌な衝撃、竹中さんっぽくないなと思ったっていう衝撃です。あ、なるほどね、はい、なるほど、はい、まあまあまあそうだろうな、はい、ありがとう、はい、はい、というわけでご覧いただきましたけれども、いかがだったでしょうか。まあ受ける滑るはさておき、やってて楽しかったなっていう印象ですね。まあでもな、うん、まあ終わってからなんですけれども、あの時もうちょっとこうしとけば受けたのかなとか、まあ何事もね、こうやってみないと分かんないですから、そういう風に思いましたね。はぁ、といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日は YouTuber が考えたネタを芸人がガチンコでライブでやってみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ